西郷吉次郎は、幕末に活躍した薩摩藩士で、西郷吉兵衛の次男。西郷隆盛の弟で、西郷継道の2位。吉次郎は、通称で、忌見名は隆弘。1833年、西郷吉兵衛次男として、薩摩国鹿児島城下の梶屋町に生まれる。1843年8月15日藩主に、初めてお目見え。1852年9月27日父の吉兵衛死去。1853年2月9日兄の高長が家督相続。1854年東郷中五郎に習字を教える。1857年当時、五官上書書記役を務めていた。1862年半から弟の西郷小平と共に遠慮、もう一人の弟、信吾は謹慎処分を命じられる。1868年万平二番隊官軍となり、越後国に出兵。1868年8月14日、戊辰戦争中、越後国五十嵐川付近での戦傷が元で戦死。総書は、越後高田。1869年11月11日、吉次郎遺族に扶持米70俵を30年限り、下賜される。1916年12月28日、従五位を追贈された。ありがとうございます。